はい、こんにちは。マイチャンネル前原でございます。ということで、今日はベイブレードの動画なんですけれども、以前ですね、マッドミノボロス、ランダムレイヤーで出した時に、マッドミノボロスオーバルクエイクでやったんですよね。ところがね、うまく機能してなくて、コメントでですね、おすすめ改造を教えていただいたので、今日はちょっとそれをですね、やってみたいと思います。まずはですね、こちらでいきましょう。マッドミノボロスナックルトランス。そしてマッドミノボロスフォーストランス、マッドミノボロスクォーターアクセル、それとマッドミノボロスクォーターエクストリームですね。でこの4種類で回して、こちらのアマテリアスエアロアサルト、これと対決させてみたいと思います。つい先日までですね、このアマテリアスのレアがなくなっててようやく見つかりました。じゃあ早速やっていきましょう。まずはマッドミノボロスナックルトランスからいきましょう。ゴッシュのとこうなっちゃったか。こうなっちゃうとマッドミノボロスの方が強いんじゃないのかな。どうだろう。ちょっと斜め打ちしなきゃいけなかったか。これは微妙な戦い。ああ。おっと、ギリギリマッドミノボロス。じゃあ2回目いきます。ただの斜めに打ちすぎた。斜めに打ちすぎたが、あっと、3回目いきます。さあどうだろう。おっと。じゃあお次はマッドミノボロスフォーストランスに変えますね。よし、いきます。からのちょっとまた斜めで作ったかな、これは。うわー、同時いきます。シュート。これはの、おー、いいよ。あーっと回転、これは当たんないかな。当たんないか、当たらないか。当たってくれ。見事に当たんない。どうだ。あー、アマテリオス。じゃあ3回目いきます。ランの、では次ですね、マッドミノボロスクォーターアクセルで挑みたいと思います。いきます。ゴーシュッ。ランの、さあ、おっとさあ、これは完全にアタック。いや、どう。あ、でもちょっとあれかな、やっぱ先にシュートした分回転弱まっちゃったかな。じゃあ今度はアマテリオスから先にシュートしたいと思います。ゴーシュート。おっと、いい感じに当たってる。でもどうだろう、これは。あっと、おお、マッドミノボロス、ゴーシュート。からのゴーシュート。おっと、オーバーフェンス。じゃあ最後はマッドミノボロスクォーターエクストリーム、これでやってみたいと思います。ゴーシュート。おー、すごい。おー、すごいな。おー、オーバーフェンス。じゃあ今度はアマテリウスからシュートしましょう。ゴーシュート。おーシュート。おっと、暴れ馬。すごいな。お、跳ね飛ばしたけど回転数は弱まってる。うん、アマテリウス。ゴーシュート。ゴーシュート。おっと、すごい。あ、結構なダメージ与えてるけど、でもアマテリウスは弱ってないな。ミノボロスが弱ってきてる。うん、アマテリウス。ということで今回はですね、教えていただいた4つのマッドミノボロスの改造をやってみましたね。このね、クォーターエクストリームはかなり暴れ馬だね。印象としてはクォーターアクセル、これが一番良かったかなと。これが一番強かったんじゃないかなっていう印象がありましたね、私は。はい、それでですね、また今年も米改造トーナメントってやってみようかなと思ってます。2016年にやった後もかなりたくさんの米が出ましたので、皆さんのおすすめ改造
最強改造をまたね見つけたいなと思います。ぜひですねコメント欄の方におすすめ改造を教えてください。はい、ということで今回はマットミドムロスの4つの改造でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。皆さんからのおすすめの改造例もお待ちしております。おい、どっちが勝つかな。あら、負けちゃった。ということで今回以上でございます。バイバーイ。